金塩谷は日本のイラストレーター、文筆家である。本名は塩谷人志。東京都杉並区小木久保出身、小金井市育ち、武蔵野市在住。東京都立田梨高等学校、1992年、東京国際大学教養学部国際学科卒業。学生時代は全国放浪に明け暮れる。大学時代にあった YMO の作詞家。 クリス・モズデルに指示。1995年に10種類のポストカードが青山ブックセンターで発売され、一つ一つにつけられた長い雷名が話題になった。翌年書上詩が詩、バカと40人の青年を出版。以降、多数の著書を発表する。1995年に始めた井の頭恩師公園でのポストカード売りは、以降多くの後続者を生み、公園側に許可される。 その後表現活動は広がり、高校教科書の表紙から、テレビや雑誌、広告、CD ジャケットなどのイラストなどを手掛ける。吉祥寺の書店、ブックスルーへのブックカバーは特に有名。文筆業も、小説、落語やコントの脚本、エッセイ、作詞と幅広い。井の頭公園での販売は今も続けている。世に出て、数年は、 青年の絵しか描けなかったが、後に人面犬や女の人の絵も描けるようになったとか。初めて描いた似顔絵はイラストを担当した TBS の深夜番組、ネズサンセットカフェの主演で、片切ひとし。また、2007年にドローイングシアターという独特のパフォーマンスを思いつき、ライブハウスで披露し始める。それが話題を呼び、国内外の様々なライブイベントに出演したり、 多くの映像コンテンツに作品を提供している。2010年1月より TBK で本人が MC を務める散歩番組金塩が放送開始。首都圏のローカル局をはじめ北海道や関西方面など他地域でも深夜時間帯中心に放送されており2020年に放送開始から10周年を迎えた。2015年12月9日。 武蔵野市に移る前まで住んでいた小金井市の小金井市観光大使に就任。プライベートでは2013年12月に同業者でもある森ヶ博と入籍。2014年に長男を2018年には長女を授かっている。本人が顔出し出演、編集 TBK、金子とのコラボ企画による横浜市営バスのイラストバス、横浜市交通局のイベントで、 最終描画が行われて完成した。イラストでの参加、編集ハット TBK、禁止を2011年7月11日放送分より。なお、出生地である小木久保での記憶は、ほとんどないというアトレ、吉祥寺大型商業施設9店舗町共同プロモーション。歩く吉祥寺さん、なぜ、小金井の観光大使に公式ホームページよりアトレ吉祥寺。 アトレビミタカ3周年イベント禁止オタさん。展示企画も番組開始は正確には2012年4月2日の深夜から開始2013年4月から数ヶ月。毎週月曜22時55分にも放送していたニュースリリース DVD 発売に関してのお知らせ。TVK ショップ DVD ようやく販売案内 tvk ショップ dvd よ約販売案内 http コロンスラッシュスラッシュ www.gaga.co.jp スラッシュシネマアイテムズディテール1616 16ラインナップハット AB2013 年11月までは立川バレのタスクの講座名は立川市の基地コラボレーションライブの名称は禁止のだったありがとうございます